かわいすぎて悶絶、ナンバーアンダーライン愛の素顔が詰まったバックステージフォトに密着。パイプアイ NZM オフショットも大公開。推しが尊い。ナンバーアンダーライン愛の仲良しショットに癒される。パイプオフモード全開のメンバーに密着。音楽と共に育つ時代がやってきた。特に、日本の若者たちがアーティストとのつながりを感じることができる瞬間は、 彼らにとって日常の一部となっている。現在、アーティストやパフォーマーが舞台裏の様子や普段見せない顔を SNS やメディアで共有することは、ファンにとってとても貴重なものとなり、これが新たな文化として確立されつつある。例えば、ナンバーアンダーラインアイというアーティストグループは、その独特なスタイルとパフォーマンスで知られるだけでなく、ファンに対して非常に近しい存在であることが、 人気の一員となっている。ファンはステージでの迫力あるパフォーマンスを楽しむだけでなく、その裏にある一瞬一瞬を写真や映像で共有されることによって、彼らの日常や人間らしさに触れることができる。このような交流は、アーティストをただの遠い存在ではなく、自分たちと同じ、人として見せてくれるため、共感を呼びやすい。最近では、 ナンバーアンダーラインイのバックステージフォトが公開され、多くのファンから歓声が上がっている。パフォーマンス後のリラックスした表情や、メンバー同士の仲の良い様子が写真に収められており、ファンたちはその写真を見て、かわいい、また応援したくなる、というコメントを多く残している。特に、新曲、INZM のパフォーマンス後に撮影された写真は、 そのエネルギッッシシュななパフフォーマンスと対照的的オフショットが印象的だパフォーマンス中は真剣な表情を見せる彼らがバックステージではリラックスした様子で笑顔を見せたりダブルピースをしている姿はファンにとって特別な喜びをもたらしているこのようなアーティストとファンとの新しい形のコミュニケーションは音楽業界全体に大きな影響を与えている かつてはアーティストがステージ上で完璧なパフォーマンスを見せ、舞台裏の様子はファンからは隠されていたが、SNS の普及により、アーティストの舞台裏の姿や日常が瞬時に共有されるようになった。これによって、ファンはアーティストをより身近に感じ、彼らの成長や変化を一緒に体験することができるようになった。特に、ナンバーアンダーライン愛のようなグループは、 定期的にバックステージフォトを公開し、その都度ファンとの交流を深めている。彼らのパフォーマンスはもちろんのこと、オフショットもファンにとっては欠かせない要素となっているのだ。さらに、舞台裏のフォトや映像の公開は、ファンだけでなく、メディアや業界内でも注目を集めている。これは、アーティストがただのエンターテイナーではなく、一人の 人間としての側面を見せることでより多くの人々に共感を得られるからだ特に女性ファンにとってはアーティストの普段の姿を見ることができる瞬間は非常に貴重であり彼らの生活に彩りを与えるものとなっている実際ナンンバーーアダライン i のバックステージフォトが公開された際多くの女性ファンが 見るだけで元気が出る日常の疲れが吹き飛ぶという声を上げている。これこそがアーティストとファンとの新しいつながり方の証拠であり、今後ますますこのような交流が増えていくことは間違いないだろう。ナンンバーアンダーラインアダラン o 1の新曲 INZM は、そのパワフルなパフォーマンスと中毒性のあるメロディーで大きな話題となっているが、ファンにとってはそれ以上に、 彼らの人間性に触れることができるバックステージフォトやオフショットが重要な要素となっている。この現象は他のアーティストにも波及しており、今や音楽業界全体がファンとの距離を縮めるために舞台裏の様子を積極的に公開する流れにある。特に SNS を活用したコミュニケーションが主流となっている現代では、アーティストがファンとの接点を持つためには、 ただ楽曲やパフォーマンスを披露するだけでは不十分であり、彼らの日常や舞台裏を共有することが求められている。このような変化は、ファン心理にも大きな影響を与えている。かつてはアーティストを遠い存在として崇めることが一般的だったが、今やファンはアーティストを自分と同じ目線に引き寄せ、彼らの成長や挑戦を一緒に応援するスタンスを取るようになった。この現象は、 特に女性ファンに強く見られる。ナンバーアンダーライン愛のファンたちは、彼らの可愛らしい笑顔や無邪気な表情を見ることで、まるで自分自身が彼らの仲間であるかのような感覚を抱くことができる。これにより、ファンはますます彼らを応援したくなるし、新しい曲やパフォーマンスが発表されるたびに興奮と期待が高まるのだ。また、最近ではファンだけでなく、 メディアや批評家もこの現象に注目している。かつてはアーティストの裏側を見せることがリスクとされ、パフォーマンスや楽曲制作に関する秘密が厳格に守られていた。しかし、今ではむしろその裏側を見せることが、ファンとの強い絆を生むための重要な戦略となっている。例えば、No.1&I のバックステージフォトは、 彼らのパフォーマンスとギャップがあることがファンにとって特別な魅力となっており、そのギャップがファンの心を掴んで離さない要素となっている。こうしたトレンドは、他のジャンルや国々にも広がっていく可能性が高い。特に、音楽業界がグローバル化する中で、日本のアーティストが国際的な舞台で成功するためには、このようなファンとの近い距離感を維持しつつ、 さらに新しい方法でのコミュニケーションを模索していく必要があるだろう。今後は、アーティストとファンのつながりがどのように進化していくのか、どのような新しい交流の形が生まれるのか、非常に興味深い。また、ナンバーアンダーライン愛が今後もこのような形でファンとの絆を深めていくことは間違いないが、それと同時に彼ら自身もこの新しいトレンドにどのように適応していくのかが注目される。 特に、SNS やインターネットの普及によって、アーティストが瞬時に情報を発信できる時代において、彼らがどのようにファンとの関係を築いていくのかは、音楽業界全体にとっても大きな課題であり、また可能性でもある。ファンが期待するのは、単なる楽曲やパフォーマンスだけでなく、アーティストの人間らしさや共感できる瞬間を共有することだ。それを可能にするためには、 アーティスト自身が自分たちの魅力をより深く理解し、それをどのように発信するかを常に模索し続ける必要がある。結論として、ナンバーアンダーライン愛のバックステージフォト公開は、単なる一枚の写真ではなく、アーティストとファンの新しい交流の形を象徴するものとなっている。ファンはこれらの瞬間を通じて、アーティストをより身近に感じ、 彼らの成長や変化を一緒に楽しむことができる。今後も、このような形でアーティストが舞台裏を公開し続けることで、ファンとの絆はますます深まり、音楽業界全体にとっても新たな可能性が広がっていくだろう。